私の命のこと分かってないやつが。重いだが負けない。今日の夕飯はセブンスヘブンにしようかな。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね。うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。あ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブン、上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。戦いのプロはアイテムのプロ。さあ、うちのアイテム屋にいらっしゃい。こんにちは。JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役も変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。毎度、今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来るかな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。ま、見ていきな。アイテムもあるよ。
イテム屋といえばここ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。戦いのプロはアイテムのプロ。さあ、うちのアイテム屋にいらっしゃい。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする？おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マールさん、フィルター交換です。ティーパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。まだ仕事中なんだろ。シャキッとしな、シャキッと。